ご通行中の皆様、大きな声でお騒がせしております。私はテレビ改革党代表、豊島区議会議員、くつざわりょうじと申します。新小岩、このですね、広場で、少しばかりお話しさせて、いただきますけれども、去るですね、5月25日に、豊島区議会が開かれまして、そこでですね、共産党の豊島選挙区選出の都議会議員現職の、米倉春奈氏という方がおるんですけれども、そちらの方が共産党でして、政治活動で何やら演説していたところ、米倉春奈という名前入りのたすきをつけてやっておりまして、これ実は選挙違反であります。共産党さんは堂々と選挙違反しておりまして、今こちらの高橋候補もたすきをしておりますが、高橋純也という名前入りのたすきはしておらず、党のたすきをしております。高橋純也というですね、たすきを今するとどういうことになるかと申しますと、公選法243条違反となりまして、2年以下の禁錮、50万円以下の罰金ということになります。豊島選挙区選出の現職都議会議員米倉春奈氏は堂々とこの禁錮2年の選挙違反をやっておりまして、それをですね、写真に撮って悪びれもせず活動報告としてネットに上げていたことから、豊島区議会の他党の議員に指摘されまして、違反しているだろうと、どういうことだと、そういうことでですね、責められまして、しかもですね、ネットに悪びれもせずに画像を上げていることから、悪いと思っていないのか、今後もやるのかという点まで指摘されておりました。豊島区議会の共産党議員はそのように詰められ、答えに窮したのか、議会の休憩を要求いたしました。午前中の11時半からですね、休憩を要求しまして、再開したのが午後4時15分でありました。5時間近く共産党議員が休憩していたというわけであります。その間議会はずっと止まったまま、そしてですね、5時間の休憩の後に共産党議員が出した回答がですね、結局は選挙違反かどうかは警察が判断するのだから、お前らつべこべ言うなというですね、誠意のかけらもない5時間も待たせた我々に対して失礼な、非常に失礼な、しかもお粗末な回答でありました。これはですね、共産党に文句をつけると議会を止めるぞと、お前ら帰れなくなるぞと、残業になるよというですね、意思表示、牽制、脅迫だと思われます。まあ、難癖嫌がらせと言ってもいいんですけれども、共産党の選挙違反は豊島区だけではありません。5月29日には台東区で新人小柳茂立候補予定者が名前入りのたすきを使い選挙違反をしておりました。共産党です。5月31日には参議院議員の山添拓議員とともにですね、板橋区の現職都議徳留道信さんがですね、名前入りのたすきを使って禁錮2年の選挙違反をしておりました。5月31日には小池晃事務局長、まあ、他の党で言ったら幹事長とともにですね、練馬区の戸谷悦子現職都議が選挙違反をしておりました。6月6日にはなんと代表の新和夫委員長が北区にて
現職の曽根はじめ現職都議とともに禁錮2年の選挙違反をやっておりました、委員長である C 和夫さんがいる場所での選挙違反ですから、この名前入りのサスキを使った選挙違反禁錮2年は共産党自身の方針だと思われます。ではなぜ共産党はそんなにしてまで法律違反、違法行為を行いたいかということなんですけれども、まあ、端的に言いますとですね、我々民主主義者、共産主義者ではないものが作った法律など守れるかということなんだと思います。6月11日に相変わらず共産党は暴力革命を放棄しておらず、公安の監視対象団体であるというですね、閣議決定がなされております。同じ回答の閣議決定は実は3月にもなされておりまして、これは毎年毎年の日本共産党は公安監視対象団体であるという確認作業、であります。ではなぜ日本共産党が公安監視対象なのか、毎年毎年なり続けているのかと申しますと、暴力革命、共産革命を放棄していないからであります。共産党が革命を成し遂げた後、共産党は皆さんに何を言うかと言いますと、お金も土地も資産も全部汚しなさい、自分自身も嫁も子供も親も労働力として提供しなさい、こういうことを言ってくるのであります。共産党が皆さんに約束している平等な富の分配のためにはですね、一度全部の富を共産党に集約しないと不可能なのであります。平等に配るためには全ての富を測らなくてはいけません。どの程度富があるのか計測しなくては平等な分配などできません。ですけれども共産党はこの富の集約が必要であるということは一つも皆さんには説明いたしません。平等に富を分配する、それだけ言ってですね、その前段階に必ず必要な富の集約、すなわち皆さんから全てを奪うということをですね、全然説明しないのであります。レーニンがですね、その著書国家と革命で共産主義革命を成し遂げるためには暴力と流血が避けられないと論じております。もちろん皆さん共産党、力を持った共産党が財産、生命、全てよこせ、黙って従う人ばかりではありませんよね。私ももちろん抵抗いたします。抵抗する人間を黙らせるために暴力と流血が避けられない、それが共産主義革命、暴力革命であります。よって暴力革命を放棄していない日本共産党が公安監視対象であり続けるのは仕方のないことであります。で、話を元に戻しますけれども、共産党は党の方針としてどうしても選挙違反をやりたいと、C和夫委員長がいる場所でも選挙違反をやっていると、我々共産主義者が民主主義者の作った法律など守れるかと、そういうことなのだと思います。もともとですね、力を得て革命を成し遂げた後に全てを奪って搾取する家畜のように思っている我々民主主義者のことなど全く
騙してもいいし傷つけてもいい存在だと、そう思ってるに違いありません。そう思っていなければ嫌がらせのために豊島区議会を5時間止めて、職員さんの帰りもそのまんま遅くなるといった非道なことなどできるわけがありません。日本共産党は言うことは綺麗ですが、皆さんのことは傷つけてもいい、盗んでもいい、騙してもいい、家畜のような存在であると思っていることは、この豊島区議会妨害の一つでも分かることかと思います。昔からこういう言葉ありますよね。気をつけよう、甘い言葉と共産党、甘い言葉と共産党には気をつけましょう。共産主義革命には暴力と流血、殺人が避けては通れませんので、欧米の国々では法律で禁止されております。私が知っている限り明確に共産主義が禁止されている国はドイツ、イギリス、アメリカ、その他多くの国で禁止されております。あるイギリスの国会議員などは日本に来て共産党議員を見てですね、私は生まれて初めて生きている共産主義者を見たと言っていたそうであります。グローバルスタンダードだ、SDGs だというのであればですね、世界標準にのっとって日本でも一日も早く共産主義を禁止してもらいたいなと私は思っております。何度も何度も議会を妨害されてはたまりません。連中のやってることは民主主義の場である議会の妨害、共産党は共産主義者なのですから民主主義は関係ありませんですしね、そういえばそうだな、妙に納得いたします。来たる都議選でこの葛飾区でもですね、我が党から隣にいます高橋淳也候補が立候補する予定であります。皆様お見知りください。